こんにちは、堀川みくぶチャンネルです。今日のゲストは池村智代選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。池村智代選手のクラブセッティングいきたいと思います。みんなね、クラブガチャガチャやるとちょっとコメントに丁寧に扱うんだけど、これね、どうしてもガチャガチャいっちゃうと、いっちゃうから、ちょっとごめんなさい。まず、アイアンが多い。すごいね、これウッドは、エアウェイウッドなんないけど。ウッドない時代だ。基本僕今10度入れてるんですけど、あ、これ10度なの？9.5 9.5 度なんですけど、リアルは10度なんですけど、これドライバーはもちろん試合はどっちかでしょ使うの？どっちかですね、これ何が違うの？長さが違います。これが 45.5 インチ。長さが違うの？これ46インチです。 45.5 と 46？ はい。長くない？46って46はかなり長い。長いよね。飛ばしたいなと思って。十分飛ぶ。飛ぶじゃん。作ってもめちゃくちゃ飛ぶじゃん。300イージーオーバーだもんね。300から320ぐらい。一番飛ぶの。フェースをちょっと削ってもらって。あ、そうなの。フェース削るの？そんなこと言っていいの？すごいね。癖が強い人は気合い。滑るんで。あ、そうなの。普通のやつ。これも両方削ってんの？はい。こっちはちょっとスピンが増える。削るってこれどうやって削るの？ヤスリ。あのヤスリの。本当のヤスリ？はい。普通のヤスリ。5秒ぐらいさささってやって。そんな変わんの？はい。初めて知った。これ、スピンが200回転ぐらい増えました。マジ？はい。逆に増える？増えます。食いつくみたいです。普通の紙ヤスリで。はい。ちょっと。すごいね。で、これで45.5と46。長さを変えることで、なんか自分の振り感は変わったりしないの？長い方が振りやすいんですよ。あ、そうな。ちょっと間が作れる感じ。男子の規定って何インチまで？でも、ジン君は最近47インチ。47？ はい。ジンの身長で、はい、すごいね。飛んでるらしい。長くすりゃ、でもデシャンボも長いんだよね。長いっすね。ドライバー、ドライバーが40、この6インチの方。はい。ザ・エディ。テラバイトデザインの。PT?PT。PT6TX。PT6TX。一応新しい。どんな感じだ？ちょっと硬めの。普通の PT よりちょっと硬めで。相当言われてたから。ユーティリティ、はい、フェアウェイウッドは入れないの？まずもう2年ぐらい入れてない。なんで入れてないの？直ドラでいいかな。直ドラ、はい、フェアウェイからのセカンドショットは直ドラ。直ドラでいいかな。上がるの？それ球上がります。マジ？はい。ティーショットで直ドラはしない？あ、します。マジで？先週2日目はティーさせるのに、はい、ドライバーは曲がってたんで、最初の3ホールぐらいティーアップしたんですけど、あとはもう全部直ドラで。マジで？はい。曲がるから直ドラにすんの？曲がるから直ドラにしました。えぐいね。曲がるからツーアイアンとかじゃない。はい。曲がるからティー刺すんじゃないの？ね、ツーアイアン、スリーアイアン、これがまあね。これが僕のね、スプーンより飛ぶ。何ヤードぐらいだもんね。キャリー250。キャリー250。アイアンだよ。アイアンでキャリー250だよ。アイアンじゃないでしょ。アイアン型ユーティリティ。UDI。なんだろ。UDI。でもなんか薄いよね。90の X ですね。プロトタイプ。90の QX。QX。QX なの。これ市販ではない。これはないと思います。黒いやつ見たことないかも。そうなの。この柄は見たことあるけど、これないんだ。柄入ってない。まずアイアンがさ、ペラペラ。おお、薄。薄。日本刀みたいなアイアンしたの。何？あ、でもこれ。カーボン？はい。スチールファイバー。スチール？スチールファイバー。スチールファイバー？中が空洞？カーボンで外がスチール。中がカーボンで外がスチールなの？はい。へえ。2層。アメリカで結構人気らしいです。バームクーヘン式だね。へえ。スチールファイバー初めて見た。初めて見ましたね。ケネディこれです。あ、そうなの？はい。へえ。先週買いました。よくて。薄。ここまで薄いって何？薄い。切れ味ちょっと半分ぐらいしかないです。切っちゃいそうね、この切れ味。タイガーモデルですね。アイアンの精度もキレッキレだけどね。タイガー45678 TW タイガーウッズ。本当に？はい。タイガーウッズのやつ。タイガーウッズのモデルです。タイガーウッズこれ使ってんの？テーラーのスタッフとタイガーで一緒に作って。あ、作ったんだ。タイガーがちょっと監修して。これがだからそんなアイアンキレッキレなんだ。出てますよ。すごい。あ、高いやつだっけ？本当に？アイアンセットで3からピンまでで
28万とか。すごそれなんか、ナオトさん買ってたやつじゃなかったっけ。ナオトさん買って、テイラーに行ってソフト交換してください。あ、そう、ナオトさん買ったの、すごい。なんかニュースになってますよ。こっちが48485458。これはこれは、あ、これ新しいやつ。新しいスティールファイバーにシャフトを変えたやつで、これは NS の。あ、これもスティールファイバーに変えたんだ。はい、これが NS。 はい、これは NS です。NS、はい、え、実際試合で使うのはどういう感じ。いつもこれです、今までは。いつもこれが何度49、49、54、49、5度刻みです。へー、5度刻み。でこれ4854だけど、58はこれにしない。今作ってもらってます。あ、そうなんだ、はい、スチールファイバーいいんだ。思ったよりこのシャフトが良かったんで。でこれでドライバーに1本にして、パター1本、これで14本になる。なります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。ああ、そうか、14。こうウッド1。はい、すごいな。パタもう2年ぐらい。2年。パタ入れてます。パタ2本、パタは今最近ずっとこれ使ってる。こっちが来た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 。こっちの方がこっちを削ったら柔らかくなるみたいです。はい、これはもう普通の。あ、そうなの。え、何もない方が柔らかくなるんだ。溝がない。打感が削った方が柔らかくなって、あ、これ全く一緒のやつ。同じでフェースだけ削ってもらう。すごい。滑ったりしないの、フェース。パターでは多分あんまりないと思う。でも初速がちょっと速い気がします。また向きが違う。最近流行ってんね。流行ってます。アームロック長さは一緒。一緒です。じゃあもうフェースの打感だけ。はい。すごいな。クロスハンドに行ってます。いや、普通に握ってます。でもこれカズキ何度の人。僕7度です。7度で39インチ。球の位置は別にちょっと左近いかもしれないですね。え、中でいいね。はい、なんか、足に当たっちゃいそうだよ。それで空振りする。最初慣れたもんか。あの普通にこう手首がこう返っちゃうのが癖だったんで、それを直したいなと思って。でもアマチュアの人ってそれこそそういうミスめちゃくちゃあるよね。はい、めちゃくちゃおすすめだと思います。左手にずっとくっついて。これが例えば練習方法とかでもいいかもね。はい、最初は練習方法でやろうと思ったんですけど、意外といいなって見すぎたんで。練習アマチュアでアームロックのこの向きを変えて、グリップの向き変えて、左手テイクロックでこう離れないよ。これ練習、これいいかもしれない。このアームロックとかこれ売ってるの知らんね。売ってると思います。そうアームロック全然市販で売ってます。あ、そうなの。向きもちゃんと変わってる。向きは自分たちの。いや、多分スーパーストロークは刺さってないですけど。ああ、すごい。日がかずにこれだったね。はい、ほう。ちなみにこのドライバーはなんでそんな飛ぶの。なんでですかね。なんでだろう。向きは同等ぐらい飛ぶよね。そうですね。秘密は秘密。トレーニング、それを教えてください。トレーニングはしてないですけど。でもリクヤの飛ばし方とはちょっと違うんだよね。なんかそうですね、リクヤは低くて、そう全然違う。リクヤはなんか遠心力を使ってバーンだけど、はい、トモヨはこの辺から瞬発力バーンって打ってる感じ。前を大きく振るように意識してます。前っていうのはフォローする、インパクトが先で、クラブが加速するように意識してます。へえ。だから素振りでも左側で音が鳴るように。それ意識していったら距離が伸びる。だそうです。めちゃめちゃ簡単そうだけど、簡単そうだけど、それが難しい。じゃあ池村智代選手のクラブセッティングでした。はい、はい、よければ、なんだっけ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。堀川みきむチャンネルです。今回のゲストは佐藤大平プロに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。パチパチパチ。佐藤大平選手のクラブセッティングです。